오가지! ということでね、まあ、お菓子のお菓子、まあ今日はですね、料理の方を作っていきたいなと思うんですけれども、実際に作って、そして私たちで実際に食べていこうということになっております。ということでね、ここにいろいろ粉があるんですけれども、さあ、カジ君、今日は何作ると思いますか？大きい粉だと思います。4種類の粉を経て、中和ライ。言おうと思ったんだけど、カジ君がさ、先にね、こういろいろ終わったんだけど、こんなフリフリのね、そう、フリフリのものを着てね、それでカジ君が、なんか、あ、じゃあ、だったら、これもつけましょうって、このメイドさんのね、やつをつけてくれたの。髪までなんかくるくるなっちゃって、やってくれて、そしたらなんかもう、可愛らしい感じに、ほら、皆さん、見ての通りね、可愛らしい感じに仕上がってるじゃないですか、カジ君ね。なってて、じゃあ、割烹着だけどどうしようかってなった時に、なんでしょうね、もうスタッフももう、ほんとどうしたらいいのかわかんなくなっちゃったんでしょうね。最初ね、かっこよく、男の子の割烹着的な感じで、って言ってたのが、メガネをかけたら瓶底メガネがいい。こういう形になりました。なるほどね。格好よく、男の子の割烹着的な感じで、って言ってたのが、メガネをかけたら瓶底メガネがいい。こういう形になりました。はい。なるほどね。格好よく、男の子の割烹着的な感じで、って言ってたのが、メガネをかけたら瓶底メガネがいい。こういう形になりました。うん。はい。すいません、下野ひろファンの方、これで聞かないでください。まあ、できれば、本当もう、記憶から抹消していただいても全然構わないので、はい。永久保存版ですから。はい、皆さん。ね、まあ、後ほど、外したいなと思いますけど。で、実際作るって言いましたけど、何を？レシピ。レシピが、それぞれにレシピがあるんですか？違うもん。レピシ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 
そういうこと。はい、わかりました。ここは何ウニを作るんですか？何ウニってなるの？なんかもうウニしかない感じだけど。でかじくんは？うん。どうして置いた？ちょっとこれ、あれですよね。何？どうした？僕は、いつも声を張り上げてこう言ってます。うん、おかしなお菓子と。うん。ああ、なるほどね。ああ、うん。お菓子ではないね。ですね。まあ、こういう感じでですね、作るものは、カルボナーラ。ご飯じゃん。だってそれはほら、お菓子はさ、やっぱり僕は料理を散々ね、してきてるから、うん、あれだけど、うん、ゆうたんはさ、料理全然しないじゃん。うん。な、うん。したことある？ちょっとある。何作ったことある？なんか、焼いたり。ね、ほら、こういう程度でしょ。だから、僕は、まあ、自分が普段作らないね、お菓子を作って、で、ゆうたんは、普段作らない料理を作るね。はい。わかった。で、まあ、これでできるんですか？あ、違う、他にもいろいろ材料あるよ。いろいろ用意していただいてるけれども、まあ、今回ですね、こういう風に虫食い状態で、二人が、ちゃんとした料理が作れるのかというところをですね、ね、まあ、見ていただこうかなと。これ難しいなぁ。これ場合によっては本当におかしな、おかしになる、ね。うん。なるほど。はい。これはちょっと、ドッキドキだね。ドッキドキですね。でも大丈夫なんじゃない多分。いやー、わかんない。あ、本当？これはわかんない。わかった。はい。わかった。わかった。よし、じゃあ行きますか。しかないからね。うん。はい。ということで、それでは、調理、開始！おかん！うん。おとんおとんじゃないし。おかんでもないし。もうメイク取りました。はい。皆さん、普通の下野紘です。どうも。おかんは。だって調理するのにあれ邪魔なんだもん。あのメガネかけてたら絶対調理できないから。メガネだけ取ればよかった。メガネだけとかそういうことじゃないの。君さんはほんと自分は可愛いからいいかもしんねえよ。じゃあ俺メガネかけます。調理できないから、ちょっといいでしょ。じゃあ、作ろっか。ということで、早速作っていきたいと思います。はい。作ったことあるんですか、ブラウニーは。うん、だって俺お菓子作り全然したことないもん。カジ君本当に何作ったの、料理。え？この間、うん、手羽先を黒酢で煮込みました。
手羽先を組み詰めに行こうかな。はい。おぉ、でもちょ、しっかり料理してる？使う？え、これ。ニンニクって目とか痛くなるんですかね？え？ニンニクって目とか痛くなるんですかね？玉ねぎってあれじゃないですか？涙出るじゃないですか？うん。いや、知らない。痛形状じゃないですか？いや、俺に痛くなったことないよ。ニンニク1個って何？どういうこと？これが1個？あのね、カジ君。俺が多分教えちゃうと、多分ね、何も面白くないと思うんだ。でも、だから、1個ってどういうこと？人グループこれ。人ユニットなの？何なの？さあ、ブラウニー作らないと作らないと。俺もだってもともと1個なわけでしょ？どうしたの？しもたんって言いそう。しもたんって誰？間違えた。木のたん。カルボナーラってだってさ、手で潰す？作るの大変じゃない？なるほど。背ってこっちか。怖いよ。ごめんね。これまず切るんだよ、きっと。やっぱ。刻むっていっちゃう。火をつけなきゃ。いや、だってこれ知らないですよ、これ。本当？君、本当にあれだね。やらないんだね。いや、こんなの使ったことあります？いや、まあ、うち別にこんなんじゃないけど、でも大体わかるよ。ちょっとじゃあその火つけてください。いや、だって、ほんとわかんないですよ、これ。なんでお前につけなきゃいけない？ほらね？ソースの材料をボウルに全部入れ、よくかき混ぜる。結構入れるな。これを、え？どうした、ウィンさん？いや、どうした？大丈夫？本当にそんなに入れるの？そして奇跡が起きた。何？なんか顔みたいじゃないですか、これ。エテコー的な。なんだこれ。ちょっと髪の毛を足しますか。顔だよ。顔なんだよ。塩ってどれだ。塩素。これ思いのほか時間かかるね。多分。俺結構楽しいです今。あ、本当？うん。よかったね。うん。フランスはじゃあ料理に目覚めて、じゃあ今度リュウタンちでね、なんか作ってくれよ。じゃあ。カルボナーラ的なもの、お好み焼きパーティーを。なんでカルボナーラじゃない？今日作ってんの？じゃあ、うまくいったらじゃあ。うまくいったらね。振る舞いますよ。わかった。うん。まあ、今日振る舞いますけどね。そうだね。うん。まあ、振る舞うのか、お見舞いするのかわかんないけどさ。まあ、それはまだわからない。そうだね。今のところ順調です。え？どうしたの？シモさん。あ？君さ、なんで麺直に置いてんだ？あ、違うんですか。どうしたの？いや、今 3.5g ぐらいしかなかったんですけど、うん、160g 使ってたんですけど、ものすごい量が必要になりそうな。なんとかなんじゃない？本当はね。お、すごい！うん？ぴったり160が出た。お、よかったじゃん。なんで笑ってるんですか？なんで、二度の、選別でですよ。うん。おめでとう。ありがとう。なんかフライパンも使うんでしょ？うん、使います。なんか、こう、あ、折れちゃった。はい。これでも、下手するとまた固まるんだよな。どうしよう。
こんな危なっかしい。ちょっと待ってって。俺も撮りたいんだよ。こんなんだよ。あれこれパッてこんなん使いました。今思ったけど知らないよ。うん、あー分かんなくなった。何が白ワインするって言わないですよね。ごめん、そんな不思議な単語聞いたことないんだけど。白ワインで火を入れって言わないですよね。あれなんか足りないこれ。いや、あちょっとすいません。何少佐、油が反抗します。ちょっとやめてよ、本当に。なんだこいつは。え、カメラさん大丈夫？それ危なくね？気をつけてくださいね。僕は人の命まで今考えられます。これ、こうやって、もういいか、めんどくさいな。おいおい、あ、取られたな。俺すごい危険じゃね、ここ今思ったけどさ。大丈夫大丈夫、ちょっと焦げるぐらい。すみませんね、ブラウニー出来上がってニンニクの香りしたらほんと申し訳ない。弱火だって。弱火？あ、俺が。あー、君がね。あー、もうやばい、強火だ、すでに。危ねって、なんだこの絵。大丈夫の香りとが炒まってきたらの順に少し。やばい、わかんない、どうしよう。大丈夫だよ、適当にパパってやればできるって。きっと白ワインだ、白ワイン、白ワイン、え、やんべえ、わかんねえマジで。どうしよう。大丈夫大丈夫、うまい、白ワインのうまい。お前もう一杯飲もうとしてねえか。ん、いや、もう一口飲もうとしてねえか。まあ正直わかんないです、まだ白ワインかどうか。どれもう、あ、ちょ、うまいな。いや、これなんすか。わかんねえな。え、全然わかんねえよ。水かな。なんかあのほら、なんかさ、なんだろう、こう素敵なものなんじゃん、お酢的な。ああ、うん、ええ白ワインもうなくなっちゃう。ちょ待って、俺のチョコレート。あ、大丈夫大丈夫、ちょっと待って。大丈夫でした、本当。100g。 お前さ、何飲んでんだよ。飲んでないです、飲んでない。いらねえだろ、もう。いや、白ワインかどうか。白ワインをしまえよ。調べなきゃいけない。白ワイン、あった、目。あー、やばい。エッチゲーよな、これ。終盤だよね、これ。バター的なものがまだ残ってるな。バター？あ、俺ないや。あー、違うかな。何？これ本当にこんなんで大丈夫？え、トイレの文字合ってるよね。で、どうすんのこれ。それで、俺はくるみを入れないんだな。これ熱いんだよね。これうまそうですよ。聞いてますか？あ、うん。聞いてる。うまそうなんでしょ？はい。え？え、書いてあるんですよ。ソースのボウルに入れって。先輩。ごめんね、このまま行って。いや、いいんです。あ、微妙だな。再びぐらい。これ麺伸びるよな。俺は後でもらうよ。え、ちゃんと美味しいもん作ってね。
どうした何どうしたどうしたゆうたゆうたゆうた、ゆうた大丈夫味がね、薄かった。大丈夫ならいい。正直さっき味がなかった。カルボナーラの形相をした何かだった。これはカルボナーラではなかった。なんか、うまいやり方があるんですよね。友達にパティシエがいるんですよ。なんかその友達からなんかいろいろ。いやだからその友達にこの、うん、もうちょっと諦めましたけど、うん、こう回転しながら入れると綺麗に見えるよっていうのを教わって。へえ。これいい。字が自賛だな。いやだって普段さ、うん、やらない。人間が虫食いのレシピを見て、うん、できねえや。そうだね。作ったんですよ。ね。あとはお好みで、ブラックペッパーを入れてくださいと。はい。できた！おかしな！カルボナーラ！よいしょ。どうすか？こんな感じでございます。おお。おかしなブラウニー完成。さあということでできましたね。できましたね。お互いの、僕はブラウニーでカジ君はカルボナーラでも、うん、シモさんのブラウニーが20分もかかったから、うん、20分後のカルボナーラなんです。あの、うん、懐かしいとろみもうないな。ごめんね。まあ、とりあえずじゃあ早速じゃあカジ君の方から食べてみよう。まだちょっとほんのりあったかいからさ。ほんのりね。じゃあ、いただきまーす。これちょっとね、時間は経ってますけど、美味しいと思う。あ、これもしお好みで。あ、うん、はい。分かった。じゃあとりあえず。はい。ちょっとドキドキすんな。ニンニク、すごいな。すごいな。え？うん、うんうん、いや若干舌触りは悪いが若干ね。それは時間経ったからだよ。いや多分この舌触りは時間経ったとかじゃないと思うけど。いやでもうまいよ。うまいうまいまあまあ全然全然、うん、初めて作ったにしてはやっぱうまいよ。うまいっすよ。そんなにこれうまい。うん、あとね、多分麺をね、若干茹ですぎだと思うよ、これ。ポッポが？シモンさんが。ん？鍋とかさない。嘘です。まあまあでもね。うん。まあまあ。君、そのさ、時間時間って言うんだったらさ、うん、先にさ、あれは僕に作らせてくれればよかったんだよ。なのにさ、自分はフライパンが。でも、うまくからいいじゃん。な？はい。で、この、シモさんのね。うん、キッチンナイフに。ブラウニーを。ブラウニー。いただきますよ。うん。じゃあ、俺もちょっといただこう。あー！うまい！うまいね、これは。うまい。これはうまい。ね、なんか、ちょっと舌触りが悪いけど。いいよ、別に不平不満があるんだったらちゃんと聞くよ。ちょっとね。ゆうたん好みの女になるから。本当に？うん。もう少しどうしたらいい？これ意味あんのかな、お前は。ない。でも、よかったよかった。俺、さっきさ、ほんと、ケーキ作りとかすっごい怖かったの。うん。前に一回、あの、せんべいにしてるからさ、スポンジケーキを。うん、お前、普通にさ、白ワイン何飲んでんだよ。いやいや。あ、ほんとだ！水かと思った。あ、たぶんもうほんと。苦もきもねえよ。これ白ワインかな？白ワインだっつうの。白ワインかな？ちょちょ。いや、白ワインって美味しいですね。白ワイン美味しいよね。うん、俺ね、白が好きなんだ、ワイン。あ、俺、あ、俺赤かな。あ、なんか言ってたね、その時、ね。うん。まあ、ということで今日のワイン作り。はいはい、まあ、ワイン作りもね。
ミスティージャンケンで負けた方が嫌いな、嫌な方、嫌な方を完食。ん？待って、いや、まずミスティージ、そこでミスティージャンケンがよくわからない。初めて聞きましたよね。最初はミスティじゃんけんぽん。別に、グーのところじゃん。まあ、その最初のミスティはどうしたの？ミスティのところで、なんかポーズ。ポーズ？ポーズ？ポーズ？サボテン？いや、ごめん。すげえ時間がかかるから。最初は、みたいな、こう、やってから。俺が肩車して足抜かなきゃいけねえから。またをね。じゃあ、どんなポーズにしますか？ミスティポーズってあるんですか？ごめん。俺もね、初めて聞いたよ。いや、下野さんだったら何でも知ってんのかなと思って。俺も初めてだよ、マジですか？ミスティなんて。うん。どうしよう。要するに、ぼやっとしたようなポーズだろ？最初。どこに行っちゃったの？ぼやっとしたんですよ。もやっていうか、なんかもう、ぽっくりっていう。これで行きましょう。え、マジで？俺らっぽいじゃん。しかもこれ、完食するの？しかもなんで今完全にカルボナーラの方嫌な方だって書いてあっただけですよ。いやいや、なんとなく。いや、特に深い意味はない。近かったからね。うん。うん。じゃあ、本当にミスティーあれでいくの？いや、それぞれのミスティーを奏でていきましょうよ。お互いの。おのおのミスティー、そう。あんだ。うん。ああ、そうかね。よし。俺のミスティーはあれです。絶対変えるだろ。変えません。本当だな。今、聞きましたね。絶対変えないって言いましたよ。あのポーズで行くって言いましたからね。変えません。よし。変えるぞ、この子。それでは、はい。参りましょう。はい。最初はミスティじゃんけんぽん、あーよっしゃー、さ、君さ、え、一つ言っていい？何？あのよ、お前さ、変えねえって言ったべや。なんで変えたのよ。変えてないですよ。変えただろ？なんかこう自分可愛らしいみたいなさ。今早く食べて。ほら。その、これ食べないと。疑惑の VTR をスローでどうぞ。最初はミスティー。そんな時間ねえんだよ。ミステリアなぁ。早く食べて、ほら。いただきます。はい。どうぞ。これじゃあ、自分で食べてるか。何言ってるか、何言ってるか全然わかんねえんだけどさ。いや、美味しいでしょ、これ。美味しいよ。うん。ただね、粉チーズもう少し足した方がいいじゃん。うん。うん、じゃあ、何？お、こっちか。あ、そっちがいいね。うん。うん。そうだね。うん。うん。ねえ、カジ君ってそんなに辛党だったっけ？なんか、ブラックペッパーがね、うん、当たんない？うん。うん。ブラックペッパーが好きだって聞いたんですよ。うん、食べてみましょうか。食べますか。本田さん食べますか。今完全に戸惑ってるけど。行っちゃいますか。はい。あー。美味しいですか？これこれ。これやりたかった。これやりたかった。カメラ、うんうんってやるやつ。もう一つぐらい食いたらいいんじゃない？そうですね。あれ？これはどういうことなの？言っていいのかな？うん。言っていいんじゃないかな。行きますか？食べますか？多分ね、あ、違うな。おーっとしてくれてんだな、これは。うん、じゃあ、はい。まずほら、うん、みんなで、うん、みんなで、悪をなくしていこう。さあ、悪い子はいねえか。カリ君、違うよ。カリ君、違うよ。あ、そっかそっか。うん、あのね、違うと思う、これ。もうちょっとね。そうそうそう。うん、辛みが足りないですもんね。辛みが足りない。全然足りない。タバスコないですかね、タバスコ。タバスコ、もしくはハバネロ、ありましたら、ぜひ。この1点だけにこうかけるから、はい、それを、うん、ここら辺に持って、うん、そうそう。で、それを、
チャレンジしようかな。ちょっとしか取れなかったな。ねえ、あのさ、僕好みの人に言っていい？マジっすか？うん。僕好みの人に言っていい？うん。あのね、うん。今日ずっと思ってたんだけど、うん。何？あの、監督って言うじゃん？うん。あの、ずっとさ、カンペをさ、うん、出してさ、そうそう、公平な態度取ってたでしょ。そうそうそう。うん、あれやれとか言ってたでしょ。陰でこそこそ笑っちゃって。そうそう、やってたじゃない？そう。うん、僕ね、あの、ちょっとあの人にね、うん、今日は俺言いたいな。ほんと、すごい素敵だね。ありがとうね、気持ちを込めて。ありがとうの気持ちをすごい込めて。手料理ですよ、だって。そうそう。そう、隠れたってこと。ほらね、なかなか、だってもうほら、聞いてる人たち、見てる人たちはね、あー、みんなこう、カジ君の料理を食べたいな。悪い子はいねえかー。いうわけ。ミスティーいやー、さすがね。いいリアクションをいただきました。いやー、やっぱ監督ね、パスタが出てるから。出てる。あの、音声だけでお楽しみください。まあね、ね、というわけで、そうだね、このカルボナーラ、後でスタッフが美味しくいただきましたということで。これ完食しないと、ほら。うん。まあ、後で。あ、完食しない。いや、食べるけどね。食べるけど、ほら。ここ、早送りとかになるんですよ。早送りとかになるんじゃない？こういうのって。なるなる。ほんとでも、普通に時間かかりますよ、これ。あれ聞いてる。はいはい。出さないでよ。お。さすが。うん。うん。わあ。どこ行くの？どこ行くの？うまいよ。うん。カジ君、これ。あれなぁ。うん。よく食べる。うん。あの人、ほんと偉いわ。カレー、いって、これ。うん。あ。うわ。いって。うん。